ズドラス見て大チャンソルジャーです。グンタカッセンブレ。今日は、ゲロの白草山に来ました。今日カメラの棒のやつ忘れてしまったのでちょっとショックです。まあ、10時30分ですね。3時間ぐらいで登れるかなと思います。それでは頑張ってきます。ちょっとスモーシン。はい、案内板があります。ここから、登山道入り口まで林道を歩くのかな。で、三つ岩上がって箱岩山行ってから白草山行きたいと思います。まあ往復3時間ぐらいで行ければいいかなと思います。それではちょっとスモーシン。はい、スタートから15分経過です。約 1.3 キロ。まだ林道ですね、しばらく。今2組会いましたね、4人。いつも会わないことも多いので、こういう人に会う山は安心ですね。どこまで林道があるかわかりませんが、とりあえず、ルナサンダルも、今日で登山3回目かな。だいぶ足にフィットしてきて、初めて登った時は横山かな、ちょっと履きにくいなっていうのは最初思ったんですけど、今はだいぶ慣れてきました。走れるようにもなってきたし、足にフィットしてきました。さあ、まだまだ続きます。ちょっとつ、モーシン。綺麗な沢があります。夏だったら浴びたいけどね、今日はもうちょっと風邪気味だし寒いので今日はやめときます。開始からスタートからトレイルで20分のところに沢がありました。綺麗ですね。はい、スタートから30分経過、約 2.3 キロですね。登山道に入ってきました。だいぶ今日は人が多い。10人ぐらいとすれ違ったかな。下山の方4人、もっとおるね。じゃあ上りの方7、8人とすれ違いました。息が切れてます。今4割ぐらいかな。さあ頑張りましょう。ちょっとつ、モーシン。はい、僕グラインダーと、まあ、スタートから、45分、3キロ、今6割ぐらいかな。だいぶ景色が良くなってきました。さあ、あと4割ぐらいかな。ちょっとずつ猛進。はい、10時45分。スタートからちょうど1時間。3.5 キロ。あと2キロぐらいかな。なかなか暑い。結構日向を歩く感じで暑いです。でも景色は。山頂まであと1キロの看板、ルナサンダル快適です。今日はたくさん人に会います。さあ、あと少し頑張ります。ちょっとつ、猛進。箱岩山到着しました。1669メートル。スタートから1時間12分ですかね。約 4.1 キロ。あれ少ないな。思ったより短かったです。ちょっと曇っててガスがかかってて、あんまでも見えないけど、でも晴れてればいい景色かなと。思ったより今日は暑かったです。次もう一個の山に行きたいと思います。ちょっと猛進。はい、白草山山頂1641メートル。スタートから1時間15分。思ったより早かったかな。ちょっとガーでもガスが、晴れてきたかな。距離は 4.8 キロ。お弁当どうしようかな、迷うな。
おにぎりだけ食べて、下山したいと思います。下山は50分ぐらいかな。頑張ります。下山開始から20分ぐらいかな、こんな感じです。頑張って頑張って走りますよ。ちょっと昨日雨降ったかな、ちょっと湿ってて滑りやすいので気をつけて走ります。よし、ちょっと猛進、下山開始からどのくらいかわかんないけども林道に入りました。なので残りは全部頑張って休まず走りたいと思います。ちょっと猛進に戻ってきました。はい、あれ、合計2時間37分 9.2 キロ。かなり休憩したから、往復で2時間20分ぐらいかな。うん。頑張りました。だいぶ早くなりましたね。白草山、人も多いし、安全だし、登りやすいかな。気持ちよかった。山でご飯食べるのもいいし、今日はおにぎりだけ食べたけど、とてもいい感じの山でした。よいしょ。気持ちよかった。さあ、帰ってお昼寝します。それでは、お疲れ様でした。バイバイ。